皆さん、おはようございます。かいちゃんねるの時間です。今日はですね、僕は格闘家であり YouTuber であるんですけど、まあ、その僕の一日に、密着ということでね、まあ、僕が普段ね、どういう生活を送ってるのかっていうのをね、ちょっと全部見せていこうかなと思ってます。まあ、普段ね、そのまあトレーニングしてる様子とかって、まあ、あんまり見せたくないというか、あんま見せてこなかったんですけど、まあ今日はね、すべて、俺の一日をお見せしようかなと思ってます。で、今朝の9時なんですけど、まあ今日は、10時から練習の日なんで、まず7時に起きて、でそれから朝食を作って、でその後に、まあ、英語の勉強を今してるんで、英語の勉強と英語の、まあ、オンラインでレッスンを受けて、終わったところです。そのモーニングルーティーンは、一回動画出してるんで、そっちを見てもらえればと思うんですけど、今日ここから、撮り始めていきたいと思ってます。で今日はね、10時からボクシングジムに行くので、まあ、少しゆっくりして、準備して早速、向かいたいと思います。だいたいね、朝練を自分のジムのでやる人、あとそこに行かないときはボクシングジムから始めるから、今日はボクシングジムスタートです。内山さんが来てくれるんで、まあ、スパーリングとかはしないんですけど、テクニックだったり、まあ、ボクシングの、ね、技術を習いに行ってますよ。じゃあ最近 YouTube 始めたんですね。最近始めた。どうですか？まだ3本しか持ってない。3本。まあ最初はね、ただまあ対談とかそういうのを目にして、途中からちょっといろいろスパイやったりとか面白いのを。スパイング見たいからな、みんな。これだらですね。練習しないといけなくなりました、ね。そう。あ、そうなんです。いつでも戦えるし。いつでも誰かがやってくれてる時に動けないと恥ずかしい。そうですね。そう。パーソナルジム行きたい。あ、マジですか？あのそれっていうかさ。体感とか、そう。パーソナル受けるんですか？ガチじゃないですか？僕もスパーリングお願いしないみたいな。あ、じゃあ今度またぜひやろう。はい、ちょっともう1時間ぐらいだけやるんだけど、まずシャドウして、でその後、まあ、サンドバッグを軽くやって、で、まあ、最後にミット打ち、はい、まあ、30分ぐらいバーッと追い込んでもらってって感じ。こんな感じですわ。まあ、あと軽くシャドウして、軽くサンドバッグして終わりって感じだ。はい、今ボクシングジムが終わって帰ってきたんですけど、今11時半ぐらいですね。で、いつもだいたい自炊をします。なんでね、まあ本当にサクッとできるやつを作って食べたいと思います。豚肉をね、たくさん取るようにしてるんですよ。っていうのもね、豚肉は疲労回復にいいんで、疲れが取れるんで、たくさん取るようにしてます。ビタミン B1 が多いんですよ、確か。朝倉家特製の炊き込みご飯を、練習前にね、炊いてから行ったんで。いただきます。本当に10分ぐらい調理時間、もう時間が大事ですから。ご飯を食べ終わったん でここからね、1時からすぐパーソナルなんで急いで向かいます。この後パーソナルは外苑前にあるんですけど、今までずっとそのウエイトトレーニングとか一切やってこなかったけど、今年からねスタートして、はいはい、今半年ぐらい続いてる。だいぶ体つきも変わったと思うんだけど、やっぱり今まではその減量とかも一切せずに試合してみたいな、はいはい、1階級下の体つきだったから、今回ねしっかり
体重も増やして筋力とかも増やしてね、かなりパワーアップしてますね。ウエイトトレーニングの様子とか見したことないけど、ちょっと今日は、ね、少しだけお見せしていこうかなと思います。はい、こちらです。ピン返しかかとで、あ、そうね、あと 1,2 センチか、ラスト1回、あ、ナイス、オープン、はい、ということで、今パーソナルが終わって、家に帰ってきたんですけど、でこの後、ここで YouTube のサブチャンネルの、ね、撮影があるんで、それまでちょっと時間があるんで、体のケアをねしようと思うんですけど、これね以前提供していただいたやつをちょっと紹介させていただきたいんですけど、マイトレックスリバイブっていうマッサージ機で、これね俺があの運動後のセルフケアとかに愛用してるんですけど、これねあのアタッチメントがね5種類あって、これねいろんな種類があるんですけど、これをねつけて、はい、でマッサージをするんですけどね、今までね全然もう整体とかも行ったことなかったですし、マッサージとか一切やってこなかったんですけど、やっぱりねあの練習量が多いんで疲労が溜まっていくとは必要だなってことで使ってるんですけど、やっぱ全然違いますね、やってると。ということでね、いつもやってる感じをお見せしたいと思います。こんな感じでね、これね振動がね5段階あるんですよ。とにかくまずこれ、ね、一番弱いやつね、で2番目、3番目、4、そう、どんどん強くなるんですね、5段階。伝わるかな、伝わってるこれ。で、まあ、パーソナルでねすごい使ったんで筋肉を、足とか張りまくってるんで、パーソナルの後とかは特にね入念にやるんですよ、ね、こんな感じですね。何を見せられてるんだって感じだよ、ね、こんなことを俺見せるとは思わなかったよ。でもね本当に愛用してる俺これ。多分ねあのアスリートとかは本当におすすめですよこれ。大森もこれ使ってるでしょ今。そう、それいいって言うから俺も買ったんだよ、楽天で。そう、うん、めちゃくちゃ気持ちいいんですよこれ。筋肉痛になりづらくなるこれやると。次の日が全然違う。こういう隙間時間にねケアが大切ですから。大森はなんか変なやつに使えそうだなこれ。やめなさいお前、ちょっと違うところで使うだろこれ。いや使ってないよ、使ってない、使ってないよしよしそれないけどさ、これさめちゃめちゃコンパクトじゃん。うん、で結構ごついやつってあるじゃん。ああ、あれだとあのマッサージしてるのに重いから疲れちゃうわけ。はいはいはい、はい、だけどこれがコンパクトで軽いからいいよ、すごい。しかもあれだね、電源とか充電式なんだ。そう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 、これ充電する、あの携帯とか充電するやつでいけるから。うん、せっかくなんでね違うやつも見せましょうか。そうだね、これねちょっとやらしいかもしれないですけどこれね手のひらとかやるんですよ。めちゃめちゃ使うからやっぱ殴ったりさ、あ手が疲れるわけですから。これツボとか痛て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 、いやツボがね気持ちいいんですよこれ。足の裏とかやめちゃいますこれ。おぉ気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいいなこれ。やっぱねその商品を紹介するときって自分が使ってみていいものじゃないと紹介できませんから、これはね自信を持ってね僕がいつも本当に使ってるんで本当におすすめの商品ですよ。っていうことでね、まあいつもこんな感じで、まあ10分から15分ぐらい俺はマッサージをこれでやってます。皆さんこんにちは、ガイチャンネルの時間です。今日はですね、皆さんご存知の通り、大森くんのファッションセンスが独特だと思うんですけど、そのね、ファッションっていうか買い物にね、ちょっと今日は密着してもらおうかなと思って、そういう企画を今日やっていこうと思います。じゃあ今からね、6時から、ジムでね、トライホースで、キックボクシングの指導と、ヒートトレーニングがあるんで、向かいたいと思います、ジムに。
僕からはこのトライホースでジムで指導ですね。指導。指導です。あちら。一緒に教えつつ、俺も練習しながらっていう感じかな。よし、それじゃあ皆さんシャドウで行きましょう。はい、OK、次行きましょう。じゃあ今のと同じリズムで、下がった時に次はフックストレートで返しましょう。さっきワンツーだったんですけど、次はリズムは一緒ですね。下がる、フックで前に出る。どうですか、会社の指導は。それも勉強になります。それも勉強になる。はい。ありがとうございます。真剣に教えてくださるんで。おお、なるほど。はい。ありがとうございます。だそうです。なんでなんで？すごい、うん、マシンになってくれるんで、わかりやすい。いいこと言うな。どうですか、カイさんは。いや、ほんと辛いですよ。強いですよ。細胞レベルで、体が最初ビビってたんでね。ほんと、いい練習させていただいてます。止めて、待って、揺らして、攻めると。大体の攻撃見ながら行ったら、今、攻める に 100% 相手の攻撃を3つ連打で外しながらいけるようになると、もう勝てる。はい、自己紹介、自己紹介したいと思います。三村さくらです。マリックさんです。若々しい。若い。19歳と18歳。19歳です。さくらちゃん、最近来たんだよ、名古屋から。最近来ました、名古屋から。本気でね、格闘家を出してる、ね。はい。年デビューするかな、試合。年はないかな。来年誰だろう、期待してみてください。要チェック。見てよ、ついにね、はい、サプリを飲むことになりました。そうそう、飲んでなかったですね、ネイキさん。ずっと、はい、プロテインとかサプリとか全く飲まない感じだったのに、はい、取るようになったんです。これ違うね、疲労回復に。はいはいはい。次の日のね、使い残り方が全開できるように。筋肉痛前さん、大丈夫ですか？疲れました？大丈夫ですか？ということは、きついですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。まず前半の3セット。最近流行りの静かな感じですね。リクエストも慣れました。静かに着地する。いいですか？ジャンプなんだけど、着地するときに膝でクッションをしっかりコントロールして、着地を静かに。静かに。最後の締めはバーピーを50回です。お疲れ様でした。行きますか。行きます。長かったっすね。こんな感じですよ、僕の一日は。一日がなんかめちゃめちゃ長く感じました。長い、早いけど、ね、はい、早いですか。充実してるから。無駄がないでしょ。ないですね。斉藤くんの一日より無駄がないでしょ。今日はね、これでもう帰って、はい、軽く
ちょっと飯食って、はい、食って、はい、で風呂入って寝るだけかな。もう明日は早いから、はい、明日はもう7時から練習なんだよ。はいはい、というわけでじゃあ気をつけて帰ってください。今人気 YouTuber の三年食太郎さんとコラボが決まりました。はい、はじめまして三年食太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。超大食いのフードファイターの方なんですよ。10回10回10は好きなんです。10巻ずつ入っちゃう。でも10巻ずつでも回転数だったらどうだろうね。そうですね。